ガチャリックスピンは、日本のロックバンド。ザ・ピンク・パンダを脱退したベースの F ・チョッパー・コガが、高校の同級生でもあり、バンド仲間でもあったドラムの花と、新たにバンドを組むことを決意し、自身のブログでメンバーを公募したり、過去に共演したアーティストに声をかけたりした結果、ギターのエータとボーカルのアーミーが加入。2009年6月10日にオフィシャルサイトを開設して、 ガチャリックスピンとしての活動をスタートさせる。2009年10月には、バンドとして、初めての東名阪ツアー、アクロスザナウを行う。ツアー初日を10月8日、名古屋 L、フィッツオールで開催。同年11月28日エビス、ライブゲート東京でのライブを最後に、ギターのエータが脱退。オーディションにより、 公認のギターとして2009年10月31日に解散した EU フォリアの友ゾが参加することになり2009年12月22日厚木サンダースネーク厚木でのライブよりこのメンバーでのライブ活動をスタートさせる2010年3月5日にはバンドとして初の作品となる3曲入りシングルロックオンを発表以降 三ヶ月ごとにシングルをリリースし、その度に全国ツアーを行う。2010年7月4日、NHK 総合ミュージックジャパンでロックオンを演奏し、初の地上波音楽番組への出演を果たす。2011年3月18日から20日までアメリカのヒューストンで開催されたアニメ祭り2011にゲストとして招待され、 19日にクラウンプラザホテルのメイン会場で初の海外ライブを行う。2011年4月27日リリースの DVD、ブラックエンジェルズの主題歌に、ロストエンジェルが採用される。2011年4月には、バンド初の映像作品として、六本木の毛布東京で行われた一周年、記念ワンマンライブの模様を収録した DVD。 ガチャリックスピンファーストアニバーサリーライブ衝撃。衝撃衝撃、完全版と、当該ライブの抜粋とレッスンを収録した、バンド強速 DVD の2本が立て続けに、リリースされる。2011年11月10日発売の、プレイステーションポータブル専用ソフト、初レミク、プロジェクト D バエクステンドにおいて、F チョッパーコガ、トモゾ、ハナの3人が、モーションアクターで参加。 2011年12月10日ミュージックエアーチャンネルにて初の冠番組となる音楽実験バラエティガチャリックスピンの音楽探求に出演 AKB48 が2012年2月15日に発売した25枚目のシングルギミーファイブでバンド形式の楽曲披露をすることになったメンバーのために F ・チョッパー・コガ、トモゾ、ハナの3人が 楽器演奏とパフォーマンスを指導。この時に高橋みなみを指導したことがきっかけで、ともぞが2012年2月18日に西武ドームで行われた AKB48 の握手会イベントでのバンドライブに都合で参加できなかった高橋の代役として出演。2012年3月14日、オフィシャルサイト及びメールマガジンにてメンバーのアーミーの脱退が発表される。 このため、2012年2月から行われた、ガチャピンチツアーでは、これまで、共演経験のあるバンドのボーカリストや、メンバーと、交友関係のあったアーティストを、ゲストボーカルに迎えてのライブとなった。また、ドラムの花や、サポートキーボードのオレオレオナも、数曲リードボーカルを担当している。2012年3月24日前年の、東メンハンツアーやガチャピンチツ,ツアーに、 サポートメンバーとして参加していたキーボードボーカルのもと EU フォリアのオレオレオナが正式にメンバーとなる。2012年4月2日に渋谷オーウエストで開催されたツアーファイナルのワンマンライブスーパーガチャピンチ。サポートボーカル大集合ではそれまでサポートで参加したゲストボーカルが一部を除いて再び集合。また F チョッパー小ガの ザ・ピンク・パンダ時代の保有であるマユも参加して、久々の共演となった。ちなみに、この二人が同じステージに立ったのは、ザ・ピンク・パンダのラストライブ以来3年ぶりであり、くしくも会場は同じ渋谷をウエストである。2012年6月2日には、フランスのニームで開催されたジャパンフェスティバルに出演。これと前後して5月25日から6月3日まで、 初の海外ツアーとなるヨーロッパツアーを行う。以前、対ンをしたことから交流のあったライトブリンガーのボーカリスト吹きがサポートボーカルとして参加したことがきっかけとなり、サイドプロジェクトドールドルボックスを結成2012年12月12日、ドールドールボックスのデビューアルバムドールズアパートメントをキングレコードより発売。 2012年12月16日、ドールドルボックスファーストワンマンツアー、ドールドルハウ2012を行う。2013年2月9日、ファン感謝祭にて、ガチャリックスピン2013スタイルを発表を。1号マイと2号アリサがガチャガチャダンサーズとして仲間入り。ガチャガチャダンサーズは、正式なメンバーではないが、ライブ要員としてツアー全日程に参加。 2014年の公約として、2014年6月7日のエビスリクイードルームのワンマンライブでチケットがソールドアウトしたらガチャガチャダンサーズがガチャリックスピン正式メンバーとなり、達成できなかったらガチャリックスピン2013スタイルはこの日で終了と掲げた。同公演のチケットは完売し、2014年6月7日に、 ガチャガチャダンサーズの1号マイと2号アリサが正式メンバーとなった。2014年7月24日ニコニコ生放送ガチャンネルにて同年10月1日にビクターエンタテインメントからメジャーデビューすることを発表した。F チョッパー小川はここはゴールじゃなくて本当の意味でのスタート。初心の気持ちを忘れずにもっと上を目指して頑張っていくと意気込みを述べた。 2014年10月1日、ガチャット、ベスト2010から2014を、ビクターエンターテインメントからリリースし、メジャーデビューした。9月30日付け折りコンでリーランキングで7位を獲得した。2014年10月5日5周年記念ライブ、ガチャリックスピンフィフスアニバーサリーガチャレンジファイナル、お台場決勝戦を、ゼップダイバーシティにて開催。 自身のワンマンライブとしては、最大規模の会場だったが、ソールドアウトと成功を収めた。2015年5月3日、渋谷公会堂にて、ライブ開催。2015年7月26日パフォーマー2号、アリサが卒業し、3号年目が加入。2015年9月30日アルバム、ミュージックバトラーをリリース2016年9月7日アルバム。 確実変動確変、マイナスをリリース2017年2月25日をイーストにて、ドールドルボックス、ガチャリックスピン、吹きコミュの3バンドによる、WW フェイスを行う。ドールドル、ボックスのライブは、2014年8月以来となり、チケットは瞬間ソールドアウトとなる。2017年6月24日、ガチャリックスピンスペシャルライブ2017春ライバー。 大連載を、日比谷野外大音楽堂にて開催。2017年7月31日パフォーマー3号、年々が卒業。2017年11月8日、ドールドルボックス5年ぶりの新作、5曲入りミニアルバム、ハイドルペックを発売。このアルバムは、北米とヨーロッパでの配信販売もスタートし、Amazon UK、ワールドミュージックカテゴリー配信チャート1位を、獲得する。 さらに、スリップトリックレコーズ、ジェープレコーズでも CD も、リリースとなる。2017年11月23日より、ドールドルボックスライブツアー2017、ハイドルペックを行う。2018年4月15日東京ドームシティ、ホールにて、全国22都市23会場で展開してきた。 ツアー止まらない2018のファイナル公演から良い子は真似しないでねを開催。また、同日同会場にて、ドールドール、ボックスの東名阪で行われる、ドールドルボックスツアー2018、ハイドルペックハイリターン初日公演も開催された。この日の模様は、ガチャリックスピンツアー止まらない2018ファイナルから、良い子は真似しないでね、ドールドルボックスライブツアー2018。 ハイドルペックハイ、リターンとそれぞれ DVD がリリースされている。2018年10月20日、総鉄ロックオンミュージック10月28日、東京 FM ホールの加入を発表。2019年3月9日、タワーレコード渋谷店とのコラボイベントにて、新メンバーとして、ドラマーのユリの加入を発表。ユリの加入を受け、ドラムボーカルの花は、ギターボーカルに、 コンバートされる。2021年3月から10月8日までゆりが休養。この間のライブは、サポートドラマー、もしくは花がドラムを兼務する形で補った。第1期2009年6月から2009年11月、第2期2009年11月から2012年3月アルバムリリース、バージン A。映像作品。 ガチャリックスピンファーストアニバーサリーライブ衝撃。衝撃衝撃。完全版2012年1月にアーミーが休病のためライブをキャンセル。2012年2月から行われたガチャピンチツアーでは様々なサポートボーカルを迎えて行われ、オレオレオナがサポートキーボードとして参加。ハナ、オレオレオナも数曲リードボーカルを担当。 2012年3月に、アーミーが脱退。第2.5、e. 期2012年3月から2014年6月2012年3月に、オレオレオナが正式加入。アルバムリリース、デリシャス2013年2月のファン感謝祭にて、ガチャガチャダンサーズの1号マイ、2号アリサが、ライブ要員として、ツアーに参加。 第3期2014年6月から2015年7月、ガチャガチャダンサーズの1号マイ、2号アリサが正式加入。アルバムリリース、ウィナー映像作品、ガチャレンジファイナル、2014お台場決勝戦、セキュラライアーツアーファイナル、渋谷公会堂第4期2015年7月から2017年7月アルバムリリース、ミュージックバトラー、確実変動確変マイナス映像作品、な、な、 なんと7周年。ツアーファイナル第4.5期2017年8月から2018年12月アルバムリリース。G リター。ゴーラック。映像作品。ツアー止まらない2018ファイナルから良い子は、真似しないでね。ライバー大炎祭。ザ・ムービー2017.06。24アット。日比谷野外大音楽堂。第4.9期2019年3月アルバムリリース。ガチャ。 十ベスト第五期2019年4月から2010年から2015年2016年から2019年2020年、花、友ぞがツイッター、オレオレレオナがフェイスブックを担当。ありがとうございます。